給付金請求書の記入方法。アクサ生命へご連絡をいただきますと、ご請求書類をお届けいたします。同封のご案内書類と記入例をご確認ください。記入例に従って保険金、給付金等支払い請求書へご記入ください。書類に記載されている被保険者受取人とは、被保険者は今回入院や手術をされた方、受取人は給付金をお受取りいただく方になります。支払い請求書の被保険者欄にはアクサ生命に登録されたお名前が印字されていますので、ご確認ください。被保険者欄の下に受取人のお名前が印字されていますので、ご確認ください。必要事項をご記入ください。受取人のお名前はご本人がご記入の上押印ください。受取人ご本人名義の口座をご指定ください。受取人ご本人がお手続きできない場合や、その他お困りの場合は、カスタマーサービスセンターまでお電話ください。